それでは次のニュースです。大館市の中心部で今日まで自動運転のバスを公道で走らせる実証実験が行われました。大館市は3年後の2027年度にルートや速度など特定の条件が揃った環境でドライバーが乗らない自動運転の実現を目指しています。大館市は持続可能な公共交通を実現するために自動運転の導入を目指しています。今日までの3日間、市内の中心部で実証実験を行いました。使われたのは全長およそ7メートルの EV 電気自動車のバスで、車体の前後と左右に合わせて16個のセンサーと8つのカメラが取り付けられています。バスはこのセンサーとカメラが歩行者や他の車、それに障害物などを感知しながら自動で走っていきます。自分がどこにいて、周りの車がどう動いてみたいなのを見ながら走行しております。今回の実験では運転席に人が座っていて手動でバスを操作する場面もありましたが、大館市は将来的にルートや速度など特定の条件が揃った環境でドライバーが乗らない自動運転を実現したい考えです。こうした自動運転の実証実験を通じまして、2027年度の本格運行を目指し、高齢化社会にも対応した交通体系を進めていきたいと考えております。路線バスは全国的に利用者の減少と運転手の不足が進んでいて、特に地方では路線の維持が年々難しくなっています。大館市は来年度も市内の中心部で実証実験を行いたい考えで、3年後2027年度の特定の条件での自動運転実現を目指しています。